にちは、りょうこばあばです。今回は前回途中まで進めていたバッグを仕上げたいと思います。前回は2枚目のこの辺ぐらいまでしてたんですけど、1枚反対側のバッグの1枚分を編んで、この待ちにずっと閉じつけていきます。閉じるときにかぎ針で試したんですけど、かぎ針だとこちらの裏の方がですね、目を拾いながらこう待ちを編んだので、編んでもう一枚編んで閉じつけるのにかぎ針でしてたんですけど、なんかポコって段ができるので、ちょっとあまり響かないように針で剥いでいきたいと思います。そしたら意外としっくりなったので、これで進めていきます。こっちとこっちとバランスよく、どっちかが縮まらないように広がらないように確認しながら閉じていきます。こんなして向こうから内側にして、こっちも内側に貼ったして折らせて、この方がなんかこちらとあまり目立たない感じになってますので、外側から内側に1回出して、でこちらも外側から内側に出して、ちょっとずつ縮まらないように留めていきます。これをこっちに出すとなんか変な感じになるんですよね。こう渡した糸がなんか目立つんですよね。だから上から中に針を入れて、こちらも上から中に入れて、交互にしていきます。何せ私も自己流でしてるもんだから、これがいいよって、このやり方がいいよと思われた、自分のやり方でもいいし、なんか難しいですよね。私は割と小物類を作るんですけど、この、ね、ちょっとバッグとかは大掛かりになるのであまりしません。もうすぐですね。で端っこを待ち針で留めて、ずれないようにですね、
こはちょっとほどけないように、糸が少なくなってきましたね。何度か往復したらいいですね、ここは。最後はちょっとここに長い糸があったから、これも使って補強しときます。参考にはならないと思いますけど、自分用のバッグがもうすぐ出来上がります。で、ここまで来たら、で、バッグ出来上がりましたね。ここはマチをつけたからですね。ここが物を入れるところが広くなりますね。編み図がですね、39目ですね。ここずっと持ち手の丸輪の中に目を作って、1段目は作ったら細編みを一周するんですよね。で、2段目から細編み鎖、細編み鎖、細編み鎖で端っこまで行きます。3段目は細編み細編み鎖、ちょっと汚いですけど、で細編み鎖ずっと進めていって、最後は細編み細編みになるんですよね、奇数目だから。で、それを、5段 1,2,3,4 5段しますよね。で、6段目からはこの6段目からは中長編み中長編み鎖編み、それを繰り返して最後中長で終わるんですよね。で、それをずっと交互にやっていくんですよ。それを21段編んだらこの長さになりました。ここまでの長さですね。で、編んでしまって21段編んで、マチをこうつけるじゃないですか。ここから目を拾って、ここから目を拾って編むんですけど、この編み方はここと一緒です。細編み細編み鎖編み細編み鎖編み、この広いところからこう端っこずっと拾って、それをだいたい6段しましたね。たらだいたい5センチ弱、約5センチのまちができました。それをくるっと目を開いながらずっと折り返しずっと編んで、で最後に2枚目編んだのを今針で剥いだんですけど、私はそんなして進めていきました。まあ、参考にはならないと思いますけど、ちょっとしたそこまで行くお出かけバッグを作ろうと思って作ってみました。なんか説明が下手だったですけど、今日もご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。